未来おうちプロジェクト。今回のテーマは家族のコミュニケーションを大切にする家、家族の会話が広がる家づくりとは。それではお宅を拝見しましょう。家族の毎日を見守り、お客様を迎える玄関にはエントランスクロークを完備。キッチンへの動線もスムーズで、買い物帰りも楽々。キッチンの向かいにはダイニングを配置。家事をしながら子供たちとコミュニケーションが取れます。冬は太陽を導き熱を蓄え、夏は風を取り入れて涼しさを作り出します。和室は孫たちと楽しく過ごせる空間。美しい柱がゆったりとした安心感を与えてくれます。寝室は一日の疲れを癒すくつろぎの空間。素材や色彩、照明にもこだわりました。子供部屋には桜の無垢床を使用。勾配天井で遊び心を持たせています。家族のコミュニケーションを大切にしている家、それは住友林業のマイフォレスト和楽。住友林業のマイフォレスト和楽は盛岡市元宮県立美術館向かいの未来家で体感することができます。省エネ・節電など未来のことを考えた住宅展示場未来家、理想の家に出会えるチャンスがここにあります。